今日は前橋シクロクロスなんですけど、ものすごい天気悪いです。雨です。でも雨、シクロクロスは結構雨とかぐっちゃぐちゃの中で走るんで、競技的にはそのまま進むと思うんですけど、個人的には雨の中は初めてなんで、っていうかシクロクロス自体レースは2回目なんで、ぐちゃぐちゃになるもう覚悟で行ってきたいと思います。で、今日は GoPro Hero 6をジンバルに乗せて、4K60 フレームで撮ってます。あ、この画面もちゃんと向きに合わせて変わるんですね。今上下逆転でジンバルに乗せてるんですけど、で、ジンバルはフェイユーの WG2 っていうやつで防水なんで、GoPro も防水だし、ジンバルも防水なんで、このまま会場をぶらりと歩こうと思います。携帯に、レンズの水滴は気をつけたいな。音声はまた別撮りで撮ってるんで、ですけど傘のこのパチ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 水滴、雨粒の音が入って聞こえないかもしれないですね。マイクは肩についてます。上向きすぎたな。うわ、ぐっちゃぐちゃ。もうこんな状態です。すげえな、これ。よいしょ。これは歩くのもきつい。これはここは通れないな。うわ、ここは群馬県庁の近くのグリーンドームっていう、なんだろう、普段競輪とかやってるのかな、その近くの駐車場なのか空き地なのかと、あと BMX コースがあるんで、ああもう靴下まで水来た。開き直るしかない。
レース前に靴ひも縛らないと。BMX のコースプラス空き地のコースで、持ってて、ここちょっと暗いところですけど、みんなぐっちゃぐちゃですかね。こっちはちょっとメインっぽい会場ですね。ここはクレイクで佐川優太相手の上にマイナスのコースでいい走りを見せます。そして6位に浮上してきました山部誠司、次に埼玉県人。さあ6位までポジションは上げてきている最後尾にスタートだったんですが、山部がじわじわとポジションを上げてきていますね。さあ7番手争い、こちらは佐藤宮城大塚強豪、これが公平の3分。できたけど1個でいいかな。序盤に出てきた山田一家に10番手で入っていきます。プロはあのカウベルを鳴らして応援するっていうのが定番のスタイルですね。レースは半分ちょっとなんですが、すでに周回遅れされている選手が出始めていますね。
中のブースが出てるんだ。ロードと違ってシクロちょっとストリート寄りというかおしゃれ感がある雰囲気ですね。向こうの坂がまたすごいんだな、あるんだよな。もともとこのスタンドの坂を利用してああいう感じで担いで登るっていうのが含まれている競技なんですよ。降りて担いで、うん、今回ちょっともう悪天候が予想されてたってことでいつもより坂の途中のカーブとかは削られたみたいですね。多分クラス上の人たちだから人数が少ないのかな、結構ばらけて走ってますね。自分の出番まであと1時間ぐらいかな。大会の規定で体とかネットにカメラつけちゃいけないそうなんで、ハンドルバー取り付けて、今は 4K60fps だけどレースは 3DFPS にして、手ブレ補正入れて撮ろうかと思ってます。あと一応リアビューは初代セッションでリアビュー撮ってデータ乗っけてレースはレースだけでアップロードしようかな。こんな感じで会場の様子ずらりとジンバルに乗っけたテスト、まあ天気良ければ綺麗にするんでしょうけど、こんな天気なんで。ではまた。今レース終わりました。ゴープロセッションが道路、体もこんな感じです。途中ずっとシャリシャリ言ってたな、泥が詰まっちゃったみたい。ああもうわけわかんないですねこれじゃ。とりあえず軽く水で流して帰ります。